今の時代は月1000円台で髪が生やせるの？ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、最近周りの男友達が次々と薄毛治療を始め出したんだけど、20代でも払える額なの？薄毛治療を未だに高いって思ってる人は多いのよね。一昔前は月に3から5万円も普通にあったけど、今はジェネリック医薬品の開発や、価格競争のおかげで10分の1くらいの値段で薄毛を治せるようになったわ。マジか、10分の1。でもまだまだクリニックによってかかる費用はかなり違うの。月1万円以上払っている人は無駄に損している可能性が高いから要注意よ。なんでそんなに値段差が出るの？じゃあ今回は薄毛治療でかかる費用の違いと、コスパ最高の薄毛改善方法を、ゆっくり解説していくわね。よろしくお願いします。このチャンネルでは育毛に関する様々な知識を紹介していくぜ。薄毛予防や実際に髪を生やした話なども公開予定なので、期待して待っててね。まず薄毛治療でかかる費用について簡単に解説するわ。薄毛の改善に有効な AGA 治療は投薬が基本よ。メソセラピー注射療法などは無駄に高いのに効果は薄いからおすすめしないわ。一回数万円するもんね。AGA 治療で使われる薬はフィナステリド、デュタステリド、ミノキシジルの3つ。これらは日本皮膚科学会も推奨している世界的に発毛が認められた薬よ。現代科学で発毛効果が公的に認められているのはこれだけということを覚えといて。OK、この3つの成分だけが発毛効果があるんだね。正直、今紹介した AGA 薬を使えば、どの AGA クリニックの薬でも効果は同じよ。じゃあなんでクリニックによってこんなに治療費が違うの？それは AGA 治療が自由診療だからよ。薬価が定まっていないので、クリニック側が自由に薬の値段を設定することができるの。薬価が定まっていないとクリニックの言い値になるんだね。じゃあオリジナル薬っていうのは一体何なの？確かにクリニックによっては当店オリジナルの薬と宣伝をしてるところもあるね。でもオリジナル薬は効果が高いというのは真っ赤な嘘なのよ。オリジナルと言ってるのは先ほど挙げた発毛効果のある3つの主成分に対して、ミネラルやビタミンをちょこっと添加しただけに過ぎないわ。それだけでオリジナルって言っちゃうのか。さらに言うとオリジナル薬は厚労省の認可を取る前の主成分となる原料を、卸売業者から手に入れているから、仕入れ値は激安なのよ。薬価は正規品に比べて5分の1程度になるわ。つまりクリニックは正規品を売るよりオリジナル薬を売った方が儲かるから、ぜひとも患者にはオリジナル薬を買ってほしいのよ。クリニックボロ儲けじゃん。そうよ。しっかり検査の行った品質の良い正規品と同じくらいの値段で、オリジナル薬を買うのは馬鹿らしいと思わない？本当にそうだね。安くしてくれるならともかく、どの AGA クリニックで薬をもらっても効果が同じなら安い方がいいじゃん。その通りよ。ただし激安の個人輸入品にだけは気をつけて、検品や管理体制がずさんな場合が多く、粗悪品による健康被害も出ているわ。また万が一体に異変が起きた場合、AGA 治療が自分に合わないのか、粗悪品のせいなのかがわからないのがやばいの。だからせめて初めての AGA 治療は医師が処方する AGA クリニックで行うべきね。最初からすべて自己責任の個人輸入品はマジで危険だもんね。じゃあ安全な AGA クリニックで一番コスパがいいところはどこなの？最もコスパがいいのは DMM オンラインクリニックね。フィナステリドが月1000円、ミノキシジルをセットにしても1861円よ。マジか、安っ、1ヶ月限定じゃなくて？もちろん1ヶ月限定じゃなくて1年間ずっとよ。今なら6ヶ月無料になるクーポンがあるから、ぜひ使ってお得に始めてね。クーポンの使い方やクリニックの詳しい内容は概要欄に載せているので、参考にしてみてね。これは使わなきゃ損すぎるね。今回は薄毛治療の費用について、ディープな話をしてみたけどどうだった？ AGA クリニックは意外と闇が深いから、慎重に選ばないとって思ったよ。うん、それが賢明ね。今後も薄毛改善に関する情報をどんどん発信していくので、取り扱ってほしい内容があればコメント欄にどんどん書き込んで。ではまた。